方と一緒に計算した時は1000万以上はちょっと詐欺に騙されて使ってました。 SNS のリテラシーとか利用にはすごく気をつけてたつもりなんですけど、まあ、まさか私がという思いですね。悲痛な胸の内を語るのは詐欺被害に遭った20代の女性。その額は1000万円を超えたといいます。入り口は SNS でした。今年に入りまして SNS 型投資ロマンス詐欺が急増し深刻な事態になっております。城南署管内におきまして19件が発生し、被害額が1億7620万円もの被害が発生しております。気をつけていても騙されるその手口。 SNS 上のやり取りでもしお金の話が出たら、あなたは本当に詐欺と疑えますか？はい、VTR でもあった SNS 型の投資ロマンス詐欺なんですが、はい、特徴としては直接相手と会うことなく、うん、SNS を通じて投資話を持ちかけたり恋愛感情を抱かせて金銭を騙し取る詐欺のことを言います。うん、そして福岡県警によりますと、県内の今年の被害7月末時点で認知件数が393件、そして被害額が総額およそ43億円なんですよね。とてつもない数字なんですけども、はい、今回そんな中ですね、 KBC では実際に被害に遭った福岡市に住む20代の女性からお話を伺いました。どのような手口だったんでしょうか？これで大丈夫です。はい、これ OK です。はい、これで大丈夫です。民生委員の集まる防犯教室、自分たちや関わる人たちが詐欺被害に遭わないためスマートフォンの設定が伝えられます。城南警察署からのお知らせです。現在投資詐欺が多発しています。 SNS やインターネット上の儲け話は詐欺を疑いましょう。住民に対し SNS による詐欺への注意喚起がアナウンスされているこの城南区で深刻な被害に遭った人が。友達になりましょうというのを言われて、真面目そうな文面で仲良くなれそうだなと思ってました。こう語るのは城南区に住む A 子さん27歳。金融系の職業に就く斉藤という人物と SNS で知り合い、やり取りをする中である画面が送られてきました。今日はこれだけお金を稼ぎましたっていう画面を見せてきて、もしあなたが興味があったら教えてあげるよって斉藤から言われて、投資が副業につながるならいいなと思って始めました。副業に興味のあった A 子さんは斉藤に紹介された投資サイトに5万円を振り込み投資を開始。その後も斉藤の指示に従って入金すると、サイトに表示される資産はどんどん増えていきました。斉藤の言う通りにしていくと画面上で資産が増えていくのを見て、すごいやる気につながってしまってました。実はこれこそが詐欺グループの常套手段。 A 子さんが紹介されたのは偽のサイトで、利益が出ているように見せかけて投資金という名目で金銭を騙し取られていたのです。そして A 子さんがお金を引き出そうとすると、出金したいっていうのをカスタマーセンターに言ったら、いろいろ条件があって所得税となんか国税みたいなのを払わなきゃいけないって言われて、その後もカスタマーセンターからのさまざまな請求に複数の銀行や消費者金融からお金を工面して入金してしまった A 子さん。なぜ彼女はお金を振り込んでしまったのでしょうか？自分の残高を見て、そこには結構な額が書いてあるので、これを取り戻すために、出金するために頑張ろうみたいなのが一番の心の支えというか。
何度入金しても資産が引き出せないことで詐欺に気づいた A 子さん。その時には1000万円を超える金額を振り込んでいました。もう元に戻りたいんですけど、振り込んだお金をなんとか回収しようと必死でしたね。昔から親には借金だけはするなとか言ってて、私が悪いんだと思ってちょっと言えなくて A 子さんは現在ストレスから仕事を辞め、弁護士と自己破産の手続きを進めています。私は大丈夫大丈夫大丈夫って自分に言い聞かせてました。 SNS のリテラシーとか利用にはすごく気をつけてたつもりなんですけど、まあ、まさか私がという思いですね。なんかね、私たちもそうです、うん、見てる皆さんも、うん、まさか私がとか自分は大丈夫っていうこの方と同じような気持ち持ってるから、うん、はい、でもだからこそ気をつけないといけないんだって改めて思わされますよね。そうですね、よほど巧妙なんだなと思いますし、うん、まあ、今 NISA であったりとか投資というものがより身近に感じられるようなところで、だけど本質的に詳しい知識はない。そうなんですよ、うん、ちょっとふわっとした知識で、ところで興味を持つというね、多分小さい稼ぎから始まってって言ってってこともあるかもしれないですよね、はいはい、実際先月には一人の被害額では最高となるおよそ1億8000万円の被害も発生しているということで、まずもう SNS 上でお金の話が出たらもう詐欺を疑うようにしてください。その上で気をつけるポイントなんですがこちらです。まず振込先と 投資先の口座に不審点がないかチェックをしてください。振込先の口座に関しては警察庁によると一般的に投資話が本物であれば、例えば振込先の口座が個人名義の口座を指定されていたりとか、口座が振込のたびに変わるってことはもうないそうなんですよね。ですのでどちらか片方でも当てはまる場合は迷わず警察に相談してほしいということです。それから投資先の、安全な業者かどうかというのがこの金融庁のホームページで確認ができますので、ここでも確認することができます。まあ、ですから自分はかからないというふうに思いがちではあると思うんですけど、どんなところに落とし穴があるか分かりませんので、まあ、こういったことしっかりやっていっていただきたいと思います。はい。